羊剣用は、精神形態の二番目の皇后であり、前、長皇帝、竜陽の皇后。本願は、大山軍南条剣。祖父は、少書右木屋羊金。父は、少書右木屋羊玄野。母は、斜将軍孫の娘。八王の乱を及びそれに続く閖家下の乱に翻弄され、波乱に富む一生を送った。全朝において、剣文皇后と、 送りなされた。286年、羊玄野と孫氏との間に生まれた。300年4月、長王柴林は、側近の孫州と共に政変を起こすと、県政を振るっていた、京帝の皇后家南風を廃位し、その一派をことごとく中殺した。12月、家南風に代わる、新たな皇后を立てることが朝廷で、議論されると、孫は、 孫秀と同族であり大いに徴用されていたことから、孫の外孫である羊家義王が皇后方に建てられた。301年1月、柴治が帝位を散脱すると、京帝は金、城に遊兵されてしまい、羊婚姿もまた皇后方を配立された。同月、三王が柴治討伐を掲げて、地方で決起すると、4月には左将軍大越が、 落葉城内で政変を起こし、孫州を殺害して、柴治を遊兵し、京帝を再び迎え入れた。これにより京帝は福井し、羊根姿もまた再び皇后に立てられた。だが、孫をはじめとした母方の一族は、孫州と同族であったため、皆中殺されてしまった。304年2月、行を統治する、柴英が朝政を宣断するようになると、 羊剣用は再び皇后を配立されて、金、城に遊兵された。同年7月、東海王柴越が右衛将軍鎮、上官ミラと共に、落葉において、柴へ討伐を掲げて決起すると、彼は、落葉にいる柴へ一派を追い払い、羊剣用を三度皇后に立てた。その後、柴小らは警定を報じて、京へ向けて軍を発したが、新政軍は、 日下において、柴英敗下の石町長に大敗を喫し、慶帝の身柄は柴英に抑えられてしまった。同年8月、長安を統治する柴、は、柴英を援護するため、将軍バリ型を落葉へ進行させた。長方は、落葉を攻め落として、自らの統治下に置くと、羊剣用を皇后から配立した。8月、都督優秀諸軍事、王春。 東衛校芝島が芝英討伐を掲げて決起すると芝英は行の放棄を決断し、京帝を伴って落陽へ逃走して長方の日後下に入った。304年11月、長方は京帝を引き連れて長安への戦闘を強行した。だが、落陽には止め台が置かれ多くの阿孫が落陽に止まった。そのため、朝廷の機能は長安と落陽に分裂した。 落葉朝廷の移行により、羊兼用は四度皇后に建てられた。305年4月、長安に帰還した長方は、落葉朝廷へ命を下し、羊兼用を配立して、金、城に監禁した。候補政は、陽変と測り、柴子氏の命であると偽って、金、城から羊兼用を出迎えると、その命を報じて長方討伐と警定奪還を宣言した。 これにより、柴、と抗争状態に入っていた養父の旗収支し,し、候補茂るの援護を目論んだ。事情を知らない百官はこの命に従ったが、偽りであることが判明すると、候補政を殺害した。305年11月、立節将軍集権は、芝越からの命令と偽り、羊剣用を擁立した。これにより羊剣用は五度皇后に立てられた。だが、 落葉県令何高氏は、周県を殺害し、羊県用を配立した。芝は、偽御ことの利を発し、羊県用が政治利用されているという理由で、彼女に自殺を命じ、小書伝宿が、この命令を落葉朝廷に伝えた。だが、落葉朝廷を運営していた、司令行為、竜朝平は、反対して、羊書人は力友に軟禁されており、 厳重に警備されております。肝心と乱を企むことなどありません。賢者、愚者問わず、皆様紙の冤罪を訴えており、もし彼旧の人を殺してしまえば、天下を落胆させることになり、これは国家にとって、益とは言えませんと上書した。芝はこれに激怒して、洛陽を守る配下の両明らに、劉朝日逮捕を命じたが、それを知った、劉朝日は先んじて、清州に逃走した。 この混乱により羊剣用は死を免れた。306年5月、芝小支配下の将軍紀広氏、総家部と馬三らは、長安を攻略し、芝を打ち破って、慶帝を奪還した。6月、慶帝が落葉に帰還すると、羊剣用は皇后に復位した。同年11月、慶帝が死去すると、羊剣用は六度皇后位を去った。その後、 スメラブトウトウと芝沖が皇帝に即位する手はずとなったが、羊兼用はスメラフトウトウトが即位してしまうと、自らが皇太后になれないことから、元々の皇太子であったシバタンを皇帝に立てようとした。だが、自中過婚はスメラフトウトウトは東宮に入ってから久しく、天下も安定を望んでおります。今これを変えるべきではありませんとこれをいさめた。 柴田もまた羊剣用に応じなかったので、彼女の目論みは果たされなかった。柴沖が定位につくと、羊剣用は、恵ぐ皇后の孫号を贈られ、広野り宮に居住することとなった。311年6月、菅の政党大都督、劉洋、政党大将軍を渡る、全軍大将軍公園安らが落葉へ襲来し、進む軍は講しきれずに落葉は陥落した。 この事件を、司書は、栄華の乱と呼ぶ。この時、羊剣陽は官軍に捕らえられて、官の都である平陽に連れ去られ、劉陽に見染められてその妻となった。やがて羊剣陽は、劉陽との間に、劉博氏をはじめ三人の子を産んだ。318年8月、官の大将軍順が、平陽で反乱を起こし、官の皇族を皆殺しとした。劉陽は、 長安を守っていたので、難を逃れ、百貫の求めに応じて皇帝に即位し、羊兼用は皇后に立てられた。彼女にとって実に、これが7度目の皇后擁立となる。竜洋には、精細占い師との間に竜だねという優秀な、生子がいたが、純の乱により行方不明になっていたので、羊兼用の実施である、竜広氏が皇太子に立てられた。 羊剣用は、竜用の長愛を受け、高級の取り仕切りだけでなく、政治にも参画した。ある時、竜用は羊剣用へ、人と芝科の男を比べたらどうかねと問うた。羊皇后は、陛下は開業の聖主ですが、彼は、亡国の安婦に過ぎないので、比べるまでもありません。彼は帝王でありながら、一分一子どころか自分の身も守ることができませんでした。目かけは、 当時、天下の男とはすべてこうであるのかと思い、生きる希望も失ったものです。陛下についでから始めて、天下に大丈夫がいることを知りましたと語った。これにより竜陽はますます羊毛二陽を長愛するようになったという。羊皇后はたびたび政治に深く干渉するほどの力を持つようになったが、軍心の中にはこれを不快に思う者も,も多かったという。二十二年。 羊剣用はこの世を去った。流用により根文工号と送りなされた。12月、竜用は巨大な寮房を作ると、羊剣用を埋葬して墓号を県平良とした。ありがとうございます。